さっぱりした。何がさっぱりしたのよ。まあいろいろあったけどさ、いろいろ起こしたのお前らだろ。ほんまに、まあ、違う違うじゃねえ、お前そこはあんま否定させねえぞ。ほんまに分かった、分かった、うん、これはほんまに。お前いくつ？29歳。うん、で、NSC 入ったんが29期。何歳の時？高卒ぐらい。あ、それまでずっと沖縄で生まれ育ったんやな。うん、まあ遠い大阪まで来てさ、うん、最近帰ってるかお前沖縄。お母ちゃんに顔見せにとかさ。いや帰ってないね。うん、帰る予定とかないの？帰る予定は、いやまあまあもう解散をしたから、まあ空いてる時間を帰ろうかなと。ああ、空いてる時間もな、いつになるかわからんし。確かにな。まあまあ沖縄行きの飛行機のチケットもう俺ら買ったんや。日付が日付が、ご出発日が待ってこの曜日ですわ。え、今日はこれ6月7日やんな。今日は今日7日。んで、これ出発日が8日。もう明日やな。明日怖いって。時間もね、これ朝の8時15分、初8時15分初やから、うん、朝の8時15分朝のね。朝の、うん、おい待てよお前を。え、数時間後に俺もう沖縄帰ってんの俺。お前何なんだよこれ。何の振りも聞いてねえよこれは。振りゼロのこれ何なのこの。おもてなしやんか。いや何なんお前、どうしたいの俺の感情を。どうしたいのお前。いやちゃんと明日も俺は朝来て、朝迎えに来るか見送るし。朝来て関空までちゃんとお見送りするから、ちゃんと。だわ。え、なんなの？明日帰れよ。明日帰れよじゃねえよお前。とりあえず単独の V だろこれ。ちょ、沖縄帰る。まあまあ、じゃあ明日6時ここの前来るわ。6時。うん、来るから。ほんまに来るか。準備しとけ。準備しとけよ。準備しとけ。おはようございま す。というわけで朝6時迎えにやってまいりました。本当に行くんだね。行きますよ。本当にちゃんと連絡するんだ。一応それなりに準備はしたけど、個人的にはもう起きんとこかなと思いましたけど。バカじゃねえのお前。眠すぎて。いや眠すぎてじゃねえよ。というわけで、はい、車、はい、車早速向かいましょう。韓国行かない、チケット時間あるから。そうだよ、もう。さあ、というわけで、はい、着きました。ほんまにちゃんと着いた。着いたね。韓国第2ターミナル。いや、僕、ちょっと、本当に行くんだね。当たり前やもん。搭乗手続きあるから急いで。行こう。乗り遅れたら、一番やから。行けた。行けたよ。行こう行こう。本当に行くじゃん。どう？何回も行ってるけど、マジじゃねえか。お見送りはどうやら、ここまで。うん。いや、別に、まあ、すぐ帰っては来るけど。絶対頼り出せよ。お前、忘れるな、絶対。じゃあ、帰省するだけなんだ。だから、その間忘れる。忘れるわけねえだろ、お前。たまた。うん、選別。これ、すごいいいアイテム。いかつ人には、いかつく行こう。違う、いかつく行こうじゃないって。おかしいって。なんモヒちゃんや、モヒちゃん。モヒちゃんやじゃないよ、お前。モヒカンのモヒちゃん。ほんまに沖縄までこれで帰るよ。お前、沖縄でそれ証拠のムービーとかも送れよ。俺、これ入れないかもしれない。入れる。載せんなよ、お前。頑張れ、頑張れ。これでいい。縄田、なんかない？俺らに。え？俺らにない？最後。なぜ最後？なんか言うこと。言うことや。一応ね、ここまでやったんだ。やっぱおめえらバカだよ、お前。ちょっと待って、そんなよ絶対。うわ、あれか、なんかあっちゃう、なんかあっち。ああ、行くか。
確認したら、あっち札幌行きらしい。というわけで、はい、田畑を無事、はい、札幌に送れました。札幌か、はい、どっかには送れました。絶対那覇に、はい、沖縄には送れたと思うので、うん、俺らのおもてなしはこれで、うん、成功、大成功です。喜んでたらね、うん、というわけで、はい、次のおもてなしは、うん、あなたかもしれません。間違ってたらほんまごめんな。うん、世界最大の空豆ではないの。いや、それでもねえわ。何しようとしてんの。ちょ、待て、何してんの。何書いてんの。え、ちょ、なんでお前文章を隠すの。なあ、面白部分に、お前これ大事よ、お前漫画で。結構ちっちゃめの枕使った。枕じゃねえよこれよ。ちっちゃめの枕、枕じゃねえよこれ。ちっちゃめの枕使ったよ。時計巻くところだろ。どうやってます。これで回すよ。何回すじゃねえよ今日これ。シャワ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 言ってる。いや、これだよ、これ。かわいいやん。いや、かわいいとかじゃない。これ見てください、これ。めちゃくちゃ恥ずかしいよ。あんま撮らんといて。でもやっぱ…めちゃくちゃ滑ってんだよ、これ。いや、ひょうきんやったな。いや、ひょうきんとか言うなよ。こんぐらいで足りるよな、もう正直坊主やから。坊主やからね。見て、それで感じる。バカじゃねえよ、お前。ごしれよ。行けます。田畑、挨拶して。おはようございます。資格されてんじゃねえか。そう、頭のやつなんか言われたら、普通にこういうヘアスタイルです。お前、もういよいよ、やべえぞ。いよいよ、マジで。本当に来ました沖縄。まさか昨日からね、怒涛の勢いで今日に至ってるわけですけども、未だにあんな見取り図がしたことはよく分かっておりません。家をむちゃくちゃにしておきながら最後に僕を実家に返すという、前代未聞すぎて未だに感情は分かってない状態ですけども、とりあえずお言葉に甘えてちょっと実家でゆっくり休みたいと思います。大丈夫です。はい、いろいろあって、いろいろ、あ、何返しのトロトロ食ってないですよ。